パンダのモフモフ感っていうんでしょうか、つぶらな瞳を、あとはパンダのグラフィックですね、デザインされておりません。死産引き算しているような、色濃く残っている街っていうものは上野だったなっていうふうに思っております。はい、こんにちは、ムロです。本日はですね、久しぶりにスニーカーをですね購入しましたので、早速ですね紹介していこうかなと思います。本日紹介する一足はナイキエアフォースワンミッドカルチャーデイパンダになります。こちらの一足なんですけれども、日本の国民の休日文化の日を記念したモデルとなっておりまして、原宿、渋谷、上野といった今までのストリートシーンやスニーカーシーンをこう作り上げてきたですね、地域を題材にそれぞれのモデルに落とし込まれているデザインが目を引くものになっております。今回ですね、このエアフォースワンミッドに関しては上野を題材に作られたということで、早速紹介していこうかと思います。もう一目でわかるデザインなんですけれども、こちらパンダをモチーフにアッパーはデザインされております。毛足の短いスウェード、ヒールとスウォッシュのレザー、あとはホワイトのフリース素材などで構築された可愛らしい仕様となっております。はい、アッパーに使われているホワイトのフリース素材なんですけれども、結構厚みがしっかりあるような印象です。このパンダの質感っていうんですかね、パンダのモフモフ感っていうんでしょうか、そういったものにとても似せているようなデザインになっております。ブラックのスウェードはホワイトのフリース素材と真逆で、お互いのこう素材を足し算引き算しているような位置づけとして、とても締まりがある印象ですね。ここの素材感の段差があることで、ここの黒いスウェードが時は際立つような、あとは逆にこっちのフリース素材ですね、素材感的に際立つような仕様になっております。ここはスウォッシュのレザーなんですけれども、スウォッシュのレザーがですね、しっかり張りがある、そしてツヤがある質感になっておりまして、メリハリのあるデザインになっているのかなという印象です。ヒールのストラップも、スウェードの仕様になってますね。スウェードの毛足の短いスウェードを使用しております。ヒールにですね使われているレザーなんですけれども、ここはスウォッシュのレザーと、素材感的には一緒でですね、普段ですとここのヒールの部分にはナイキエアとロゴがデザインされているんですけれども、今回そのナイキエアのロゴがデザインされておりません。なんて言うんでしょう、このパンダっていうものがこうしっかり再現されている、結構こだわっている作りなのかななんていうふうにも感じたデザインですね。終端なんですけれども、終端をナイロン素材で、ここにもナイキのタグはなくてですね、フラットな仕様になっております。はい、インサイドの仕様なんですけれども、使われている素材はですね、ほとんど変わりないんですが、スウォッシュが小さくなっておりまして、こちらジェルスウォッシュになっております。パンダのですね、つぶらな瞳をこう再現しているのではないかと思うような、ツヤがある透き通る素材感になっておりますね。インソールから見ていこうかなって思うんですけども、アメ横の看板があったりとか、あとはパンダのグラフィックですね。あとは上野の大仏もいたりするんですよ。これ面白いんですよね。上野の大仏って書いてあったり、アメ横で売られている魚ですね。そういったものがデザインされていたり、あとはまあここに渡りガニ、4杯で1000円、安いですね。なんかこういうポップがあったり、エアフォースワンバッシュ初搭載ナイキとか書いてありますね。なんかこういった、上野がいっぱい詰まったですね仕様になっておりまして、アウトソールもですねインソールと同様にこういった素材が使われております。こういったグラフィックがですね、搭載されてるんですね。とても面白い仕様になっているかなっていうふうに思います。室の中でこう東京といえば、やっぱ原宿とか、なんかこう渋谷とか新宿とか、なんかそういったところではなくて、結構ですね、上野のイメージが非常に強くありまして、上野って街はですね、昔からよく行っていた街だったんですね。こう中学生の時なんかは、上野に東京遠足に行ったりとか、
あと大学時代もですね、実習で上野に行っていたりとか、もちろん三田スニーカーズもよく行っていましたし、奥さんとデートをしたのも上野だったりとかですね、生きてきた中で、生活してきた中で結構、色濃く残っている街っていうものは上野だったなっていうふうに思っております。で、今までのナイキと上野のつながりはですね、こうシティアタックとか、あとミタスニーカーズの別注、あとは CO.jp などですね、なんかこう東京のカルチャーをしっかり尊敬しながらですね、なんかこう作り上げているデザインが、なんかこう上野の地域により親しみを持って地域で生まれるストーリーとか、そういったものをイメージして今までですね、ナイキがプロダクトを組んできていたのはなんか本当さすがだなというふうに感じた次第でございます。今回のですね、カルチャーデーの、コンセプトは、今までの、ここ最近のですね、プロダクトの中では結構異色の立ち位置だったんじゃないかなという印象でありまして、なんかここまでやって初めてこう一目でわかる、なんかデザイン性とか、なんかメッセージ性みたいなのは、なんかしっかり表現されていたのかなというようなところもありまして、ここのところリリースされていなかった、なんかスニーカーの表現としては非常に面白かったのかなというような印象です。まあ履ける時期になったらぜひどんどんですね、このパンダ履いていこうかなというふうに思います。本日もですね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、お気軽にコメントなんかもいただけると非常に嬉しく思います。ありがとうございました。